ショータイム。二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日はですねこちら、うん、カーシー博士のセルフヘルプ術、はい、引き続き、うん、相性編、はい、今日が相性編は最後になるんですけども、はい、ENFJ 教育者と ISTP、うん、職人の正反対の、はい、惹かれ合うタイプのお話なんですけども、うん、ENFJ は、うん、才能を引き出してあげられる人を求めるとあります、うんうん、人の成長を促進してくれる触媒型を補ってくれるのはどのタイプの人だろうと、うん、正反対のタイプは ISTP の職人にあたると、うん、ENFJ は生来持ち合わせている教師的な性質を用いて ISTP から職人の才能を引き出したいという欲求を持っていると、うんうん、一方職人は気まぐれな面もあり、うん、冒険や探検が人生でのテーマである場合もあると、うんうん、しかし冒険や探検に関しては、うん、ENFJ がこれらを誘導したいという欲求を持つとは考えにくい、うん、建築家っていうのは INTP ですね、はい、前の動画で、はい、INTP が触媒型に行って素晴らしい相手になる人物っていうのは話した、うん、したんですけども、うん、クールで落ち着いて、うん、公平でかつ懐疑的な外見の奥には、うん、建築物、機械、うん、道具、作戦、言語、数学、うん、その他設計できるものなら何でも設計する建築家の顔が隠れている、うん、なんでその職人 ISTP と同じように、うん、INTP も合うねっていう話ですね、うんうん、ENFJ にとっては、うん、もし ENFJ が実際にプロの教師になれば、うん、自分の補足的なものを求める願望は弱まるので、うん、正反対のタイプに強く惹かれることは少なくなる、うん、なんて書かれています、うん、やっぱりなんか得意なことをやりたい、はい、うん、で反対な人に反対な人の部分を引き出したいっていう願望が、うんうん、ENFJ にはあるなんて、うん、ありそうですね、はい、うん、で対になる ISTP、うん、職人と ISTP 職人が求めるのは、うん、自分の良さを引き出してくれる人、うんうんうん、冒険好きな職人タイプは、うん、正反対のタイプ、うん、ENFJ を、うん、先ほどの教育者ですね、うん、を求めることが多いと、うん、前述のようにこの ISTP は、うん、ENFJ の成長を促進する要素によって、うん、自分の職人気質が補足されると考えると、うん、しかし ENFJ はその性格上 ISTP の冒険心をわざわざ伸ばすようなことはしない。うんうんうん、だから冒険というテーマに取り憑かれている ISTP の場合は、うん、この組み合わせはトラブルへつながる恐れもあると、うんうんうん、なんか注意したくなるんですかね、やめなさいみたいな。もう興味がないってことじゃないですか。まあ、全然合わない、分かんないってことですね、うんうんうん、やってることが、やってることが。なんでこの ISTP は和やかでもてなし上手で、うん、人に尽くすタイプである ESFJ、うん、まあ私ですね、うんうんうん、にである販売員にも心が惹かれると、うんうん、ISTP をオートバイから引きずり落としてより生産的で、うん、しかも気楽に人間関係を築くだけの時間を作らせることができるのは、うん、司会者タイプでもある ESFJ だと、うんうんうん、ISTP にはこのような頼みの綱が必要であり、うん、さもなければどこかへ遠くさまよい出してしまうと、うんうん、いなくなってしまうと、うんうん、現実社会とのつながりがどっか行っちゃう、どっか行っちゃうみたいなことが書かれていますが、はい、いかがでしょうかと、はいはい、とりあえずここで相性編は終わりたいと思ってます、うん、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。